かねてから GT4 オンラインで日本のファンとぜひとも腕前を争ってほしいと願ってきた我々の要望に応え、ついに一人のフランス人が成田空港に降り立った。その名はセバスチャン・ローブ。ローブは二十歳を過ぎてラリーを始めたにもかかわらず、世界ラリー選手権シリーズチャンピオンを獲得する。そして2005年にはル・マン24時間レースに参戦。しかしラリーチャンピオンではあっても、ル・マンに初参戦するには誰もがサルトサーキットを10ラップ走るルーキーテストをクリアしなければならなかった。くしくもそのテストはトルコラリー最終日。ローブはこのラリーを見事優勝で飾り、すぐさまチャーター機へと飛び乗ると、その機内には驚くべきことになんとグランツーリスモ4が用意されていたのであった。この移動中にグランツーリスモでサルトサーキットを走り込んだローブはそのままルーキーテストに挑み、無事規定の10ラップを走り終えたのである。さらに驚くべきことに、ローブが最終コントロールラインを通過したのはテスト終了時間の20秒前のことであった。都心へと向かう車中、ローブは心よくインタビューに答えてくれた。Mais pour moi, c'est toujours sympa de venir au Japon parce que c'est très dépaysant pour nous. On n'a pas, c'est le seul rallye qu'on fait ici, et donc c'est toujours très très différent, la culture et tout ça. Donc c'est sympa une fois par an de venir au Japon. Ouais. I think it's a good idea. After that, I think I'm more competitive in rallies than I am in Gran Turismo. But okay, I will try to do something nice, yes, and to have fun. Narita から直接ポリフォニーデジタルを訪れたローブを、グランツーリスモの生みの親である山内和則プロデューサーが出迎えた。Hello, thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Okay. そしてついにセバスチャン・ローブの GT4 オンラインタイムアタックが始まる。レギュレーションはマシンにPescarolo C60LMP Judd レースカーを使用し、サルトサーキットでのタイムアタックに決定。 Everybody is manual transmission? Yes, manual or automatic. Oh, okay. Free. Yes, yes. 午後7時のエントリーと同時にいきなりアクセル全開でスタートしたローブの走りに、山内をはじめ周りで見ている者たちから驚愕のため息が漏れ出た。このままのスピードで走り切るのかと誰もが思った瞬間、よもやのコースアウト。限られた時間内のタイムアタックだけに、これを見た山内が瞬時に中断、リスタートを申し出た。再びタイムが刻まれ始める。常に6000回転以上の高回転域をキープしながらも、ゆったりとしたステアリング操作でコーナーを抜けていくドライビングテクニックに、周りにいる誰もがただ息を潜め見守るだけであった。そしてついに先ほどコースアウトしたテルトル・ルージュが、二度と同じミスを繰り返さないプロの技に山内も笑顔で納得。ローブ自身、ル・マンでの実走行を思い起こしたのか、さらなる全開走行。最終のフォード試験位を駆け抜け、いきなり3分13秒343のファーストラップをマークしたローブを歓声と拍手が包む。すごい。
しかしローブはそんなタイムや賞賛に満足することなく、次なる周回の第2セクションにおいてコンマ477のタイムアップを果たす。やっぱり瞬間の瞬間がさ、どっちに行ったら速いかもう分かるんだよね。ここに来ちゃったからもうこっちだっていう、その判断がすごい。真剣な眼差しで見入る山内を横目に、インディアナポリスでは前走よりも1秒043上回るタイムで通過。しかもさ、ちゃんと相談しながらこのタイムってすごいよね。誰もが大幅なタイム更新を期待し、息詰まる思いで見守る中、ローブは3分12秒207のタイムをわずか2回目のアタックによって叩き出した。これはすごい。